テレビくんのラジオ非正規ドルオタでもファイアー挑戦、テレビくんです。よっまっしゃい。本日は近い将来人間は AI に仕事を奪われますというテーマで話していきたいと思います。で、先週の日曜日に地下アイドルの現場で仲良くなったライターをやっている友達と電話で、前に俺が推してた子風俗やってるかもしれないの発見しちゃったって、もう興奮抑えられなくて、それを話すために電話したんですけれども、まあその時のその会話の流れでチャット GPT 勢いすごいけどライターの仕事大丈夫って聞いたら、いやもう激減してもうやばいよって言っていました。で、友達はそれを見越して Uber Eats の方の仕事を増やして、で生活にはもう困らないようにはしてるんだけどねって話してたんだけど、まあ、これからこういう感じでもうどんどんいろんな仕事がもう消えていくんだなと思ったので、今日はその話をしていきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。チャット GPT 今勢いすごいじゃないですか。もう毎日のように使い方のツイートがバズってるし、でチャット GPT みたいなことができる他の AI サービスも増えてますよね。テーマに沿った記事をもう一瞬で書けちゃうから、ウェブライターの仕事がどんどんなくなってるし、でイラストもクオリティ高くてエッチなイラストが AI で書けちゃうから、絵師さん、あとイラストレーターもいらなくなってきてるし、あと弁護士もそのうちもいらなくなるっていう話も聞いてるし、あと作曲も AI がしちゃうサービスできてて、でそれこそもう歌詞も書いてくれるし、あと動画も編集してくれちゃうっていうやつもありますよね。でこれまでクリエイターがやってた仕事がもうどんどん AI に変わってきてしまっています。人がやってた仕事がなくなるっていう体験は、まあ、実はもう自分はもう経験してて、でそれは何かっていうと、学生の時に映画館の映写室で映画をかけるっていうバイトをしてたんですよ。で当時はフィルム上映だったので、上映が終わるごとに映写機にフィルムをかけて、で時間になったらスタートボタンを押すっていう仕事だったんだけど、もう今はデジタル上映がメインになってて、 USB みたいな小さいファイルで作品が届いて、でそれをインストールして、で最初に上映時間の予定を入力したら、もうあとは自動で上映してくれるので、自分がやってた映写のフィルムかけて、で上映ボタンを押すみたいな仕事はもう今はもうほとんど古い映画館しかないと思います。で人間がやる仕事はもうこうやってどんどんなくなっていくんですね。その自分がやってた映写室の仕事もう10年ぐらい前なんですけど、もうそれももうたった10年でもうなくなっちゃうんだって感じで、もう今そういう仕事を覚えてる人ももう少ないと思うんですけど、まあ、そのうちその8時間労働っていうシステムもなくなって、で働く時間も減っていくんだなと思います。でライターの友達がしてたように、 AI の到来を見越して、で自分のできる仕事をもう今のうちから増やしていかないとやばいので、でこの YouTube をコツコツ継続していくのと、あと前にやってた楽器セトリも試験的に再開させたいです。まあ、それこそ AI を使った稼ぎ方を紹介しているインフルエンサーも増えてきましたよね。でその動画を見て、で自分は絵本を作って Kindle で売るっていうのをちょっと面白そうなんで、これからやっていきたいと思っています。で自分が見たその絵本の Kindle で売るっていうやり方の動画はちょっと概要欄に貼っておくので、よかったら見てください。で本業の他にネットを使って副業していった方がもう絶対いいですよね。特にもう自分みたいな非正規はもうそれをしないともうやっていけないんじゃないかって思ってます。でそれかもう人間がその元から持ってる根源的な欲求、まあ、食欲とか性欲に関する職業は AI にはまだ変わられないんじゃないかなと思います。
で性欲に関する職業でもう思い出しちゃったんだけど、推しメンが風俗やるかもしれないっていう問題で、でもう今もう頭がもうずっといっぱいで興奮しています。いやあと5日ですよ。もう日曜日の今日もう YouTube 撮って、でアニメを見てアイドル現場に行って、で有意義に過ごして、で月火水木の鬱陶しい4日間の仕事を終えたら、ついにその推しメンがいるかどうか働いてるかどうかが分かるっていう、もうめちゃくちゃ興奮してますね。でもう金曜日もう仕事休みますって言ってるので、もうあとは木曜日まで体調管理して、でもう木曜日終わる日にじゃあ明日休むんでお願いしますみたいな感じで行って、で体調管理して待つだけです。もうあとはその推しメンかっこかりの気分が変わらないのを願うのみですね。いや本当もう一日一日が長すぎますよ。もうとりあえず平日 4日間の仕事がもううざすぎるし、本当にもう今吐きそうになってます。で落ち着かないので、もう平日にめったに飲まないお酒を結構飲んじゃってて、でもう筋トレもしてもう体を動かしてみたいな感じで、でもこんな感じでもう人間の性欲っていうのはもうすごいの でそれを満たしてくれる風俗みたいな職業はまだなくならないかなと思った動画でした。皆さんは AI に取られない職業は何だと思いますか？よければコメントで教えてください。最後に Twitter もやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう。また遊んでね。